おはようございます。こんにちは。こんばんは。コアラです。はい、というわけで本日はですね、PUBG モバイルの実況をやっていきたいと思います。で、まずこのブルートキャンプっていうところに向かいたいと思います。いやー、日曜日も終わりますね。なんか最近平日とかすごい忙しくて、なんですけど、もう土日に関してはめちゃくちゃ暇で、気づいたら夜ぐらいの感じですね。はい、というわけでやっていきます。PUBG やったことない人も多分多いと思うんですけど、こんな人のためにちょっと軽くいろいろ解説とかしながらやっていきます。自分自身はすごい全然まだ1ヶ月ぐらいなんですけど、全然下手くそなんで、ちょっと上手い人からしたら歯がゆい動画になっちゃうんですけど、とりあえずゆっくり見ていただけたらなと思います。このゲーム、簡単に説明するとですね、で、なんかいっぱい人がいるんですけど、その中で、最後の1人、今残り87人いるんですけど、その中で残り最後の1人になったら勝ちっていうゲームですね。簡単に言えばどんどんみんなで殺し合いをしていくんですけど、まあ、今日やってるこのステージはヨーロッパっていうところで、あんまし、その激戦って言われてるようなところではないので、もしかしたら勝てるかもなっていう感じです。というわけで、最初に降りたここのブートキャンプの方なんですけど、すごい、ここ自体は激戦区で人もいっぱい降りてくるところなので、最初はどんどん打ち合いからやっていきたいと思います。向こうの方から調整しますね。ちょっと見ないので行ってきましょう。最初の方とか本当に割と人いっぱいいるんで、全然この故障とかもあれなんですけど、こっちの方から足音しますね。ここからこの下に、ワッチ、めっちゃ撃たれましたね。危ねえ。多分2番のなんかそのボット人って言われる、人じゃなくて、機械とかもいるんで、もしかしたら、そういう類だったかもしれないです。割と、こんなステージも、みんな、めちゃくちゃ上手いって人ばっかじゃないんで、焦らなければできると思います。多分今本当に上手い人から見たら何やってんだこいつみたいな。
状況なんですけど、めっちゃ足音するけどどこに行くか全然わかんない。こんな感じでやっていきます。最初の方は全然知らないと思うので、でこのゲームなんかもうひたすら行って荷物を取っていくんですよ。で荷物取ってってこの白い丸の中にどんどんちっちゃくなっていくんで、白い丸の幅がどんどんいろんな人がそこに集まっていくと、これ白い幅を超えてしまうとあれなんですよね、なんかなんだっけ、そんな、そうめっちゃダメージを食らっちゃうんで、そのまま死んじゃったりするんで、そこはダメージを食らわないようにしつつ、生き残ろうっていう。これあれだな、やりながら喋るのめちゃくちゃ大変だな。全然もうこっちに集中しちゃってダメっすね。実況者の人ってすげえ。なんかこうこうした方がいいよとかあったらぜひコメントでお願いします。でさ、本当に今すげえ下手くそだと思うんで、ぜひなんかこうした方がいいよとかあったら教えてください。はい、というわけでまず車が俺欲しいんで車を探しましょう。多分今そこに車があった気がします。はい、車を探していきます。あ、でも車探すの、お、いましたね。遠くね。これ多分人間だと思います。おっと、おった。ね、違うから回って押してやりたいと思います。ねえっすね、ここも
ちゃ足音するけど、どこに行くか全然わからない。どこにいるんだろうな、ここ。多分もう一人ぐらいこの辺に多分いると思うんですよね。消えたな。あ、いた。これも多分今ボットだと思います。結構ボットが湧くんで、それを倒しつつって感じですね。お、ちょっと頭のヘルメット邪魔だな。これで今完全に黒人メイドが出来上がりましたね。よくいますね。これ今完全に見てなかったんですけど、ちょっとやばいっすね。あー、ちょっと待って、エリアで死にたくない。あ、やべえ、エリアのこと完全に忘れてた。やべえやべえやべえ。めっちゃ後ろの方でやりまくってますけど、そんなのほっといて、とりあえずエリアに走りましょう。これ多分追いつかれるんですよね、エリアに。このエリアに行って、この青いやつなんですけど、これに追いつかれちゃうと、めちゃくちゃダメージ食らい始めちゃうので。あ、でもいけそうっすね、なんか。そこのこの白い、入った瞬間で撃たれまくるっていう可能性もあるんで、それに気をつけながらやっていきましょう。なんか多分この後ろに人いるっぽいね。撃た。さあ逃げましょう。ずっとなんか走って、あいつずっと多分俺のこと今追いかけてきてたんでしょうね。で、白いとこ入った瞬間にもう殺したろみたいな。殺したったわ。あ、近いですね。とりあえず行っちゃいましょう。この家とかめっちゃいそう。あえて。ガムシ。あと8人ですね。俺合わせて8人。あと7人倒せば。終わります。マップはこんな感じで、ここの家の角っこ、この辺ちょっと撮りたいなと思います。でも割ともこの辺に潜んでる可能性もあるんで、いろいろ見つつ。いますね。建物の中の方なのかな。ちょっとエリアも迫ってきてるんで、多分こっちの方、この岩上いるな。そいつ先殺しましょう。岩上でもスナイプしてるんで。やばいな、両方から行かれそうだな。
この辺で地から出てくるやつを打ちましょう。ないかな、打ちます。でもあと5人。こっちの家の方もいそうな気がしますね。あ、出てきた。で、あと4人です。そこら辺いますね。めっちゃ家らへんなのかな。エリアがだいぶ手狭なんで、この家とか一人いてもおかしくないんだよ。エリアが縮まったるんで行っちゃいましょう。ここから完璧じゃない？そこら辺いそうだな。向こう側いそうですね。あそこ完全にあそこ暗くなってるんで、そこで多分やり合ってます。あと2人っすね。あと2人倒せばドンカツっていう、そこでめっちゃやり合ってくれてるから多分。後ろから来たらどうなの。ここいそうなんだよな。ないのかな。ちょっと一回ここで。そこに死体があるんで、あのボックスが多分人が死んだ後に置いてくれるやつなんで、そこ、あれを殺したやつが多分いると思うんだよな。あと2人。だいぶ、うわ、ここ抜けるのか。道の向こう側っすね、エリアが。行かないと死んじゃうんで、ちょっと周りに気をつけつつ、もう今完全に、ちょっと2人なんですけど、どこにいてもおかしくないんで、入っちゃいましょう。こんな手榴弾投げ込まれたら終わりなんですけど。ギリエリア入ってるんで、ミスコツでよ。リアルに動くのもあれなんですけど、やばい、くした。ここにスモーク投げたやつがいますね。そいつも完全に俺らがどこにいるか分かってないんで、それか単純に俺に向かって投げたけど下手くそすぎたかっていう。あの家いなかったのかな。なんかスモークたかれてますね。ここや。うわい。ウォッチ。うわい。
Huawei。これやばいぞ。おーやべえ、おいやー今のはふざけた。あー悔しい、わ悔しい、今のはいけた。あー悔しい、悔しい。じゃあもう一回お願いします。はい、というわけでいきます。さっきと同じステージなんで、もう一回さっきと同じブートキャンプに行きたいと思います。割とこのブートキャンプっていうのが、その最初のエリアに入ることも多いし、物資とかもいっぱいあるんで、人も多いんで楽しくやっていけるんじゃないかなと思います。いやこれ俺降りるのがすげえ楽なんですよね。さっきの一切分かると思いますけど、今回こそ分割目指して。みんなうめえな。なんだあのピンポイントウリブリみたいな。あ、俺はこれ完全に。ああ、やばい。なんてとこに降りてしまったんだ。とりあえずここの上にもう一人降りてるのが見えたんで。お、いきなりカー、カーじゃ最初は勝てん。俺手榴弾好きなんですよね。それさっき使えなかったんで、それが悲しいです。あとこれ火炎瓶ってのがあるんですけど、それも好きで愛用してます。おお、びっくりした。うっそ、うっそだろ、マジかよ。いやマジ、うわこいつうぜー。なんでちょっと泳がせたのかもわかんないし、マジか。あーショック。というわけで今日の PUBG 実況はこれまでです。皆さんもぜひもしよかったらやってみてください。俺のアカウント名は K コアラ、全部小文字で K コアラなんで、もしよかったら俺のリクエストしてください。というわけで今日はここまでです。次回の PUBG とんかつへの道パート2でお会いしましょう。バイバイ。 hey, hey, hey.